で、今ですね、中央アジアキルギスにいます。キルギスの、首都のビシュケクですね、います。今回の中央アジア周遊3カ国目、人生でいうと96カ国目ですね。旧ソ連の国ということで、旧ソ連の国に関してはあとは、中央アジア、でね、タジキスタンとトルクメニスタン2カ国です。タジキスタン、トルクメニスタンに関しては、来年暖かい時期に、ね、来ようと思っています。はい。で今は、ここのビシュケクのバスターミナルなんですけど、カザフスタンのアルマトイのバスターミナルからこちらのバスを利用して5時間かかるかと思ったら、そんなに国境のところでそんな時間かかんなかったんで、まあ、結局4時間とか4時間30分ぐらい過ぎました。はい。こちらのバスで、全部で3000テンゲだったかな。だからいくらぐらい、日本円で1200円ですとかそのくらいじゃないかなって感じがします。1050円とかね。こちらのバスということで、全然あの8割ぐらいかな乗車率はね、ちょっと古いけど全然快適でした。で運転手も、ちょっと SIM カード買ってちょっと遅れてたんですけど待っててくれて、しっかりということで、投資をしました。で、キルギス初めてですね。なんか日本人に似てる人が多いというふうに言われてますけど、どうでしょう。確かにちょっとアジアのこの感じがね、カザフスタンだとあのロシア系の人いたりとかね、ロシアのこの混血の人いたりするんだけど、とにかく、まあ、キルギスですね。まあ、今回ビシュケクとちょっと周辺のなんか湖あるんでそこに行ければなと思って、オシとかちょっと今回はどうしようか今考えているところなんだけど、まあ、いずれにしてもこのビシュケクはしばらく滞在しますので、このビシュケクからの、まあ、動画もね、まあ、ちょっとなかなか回りながらだと編集してアップするのできないので、生配信も含めてちょっとやっていきたいと思ってるんですけど、楽しみにしていただければと思います。ということで、96カ国目ですね、キルギス。100カ国がどこにしようか、ね、今考えて、自分で、まあ、どこの国でもいいんだけど、どうしようかね、今考えてるところだけどね。はい。ということで中アジア最高です。